し内ないは、日本の政治家。青森県議会議員元青森県青森市長。青森市議会議員を務めた。青森県青森市生まれ。青森市、立原別中学校。青森県立青森高等学校卒業。高校卒業後、株式会社診療商会、青森県新生活協議会に勤務した後、1976年から1981年まで。 青森市社会教育委員を務める。1973年、1977年に青森市議会議員選挙に出馬するも落選し、1981年の青森市議選で初当選を果たした。1991年、青森県議会議員選挙に倶り返し、当選。青森県議を5期務める。2009年4月19日に行われた。 青森市長選挙に、社会民主党、日本共産党の支持を受けて、無所属で出馬。6期目の当選を目指す現職の佐々木誠づくり、青森市長、元市議の関良らに候補を破り、初当選した。2013年4月の青森市長選挙で、自民党、公明党推薦の元青森県副知事を破り、再選。2016年6月29日、青川を経営する。 第三セクター、青森駅前再開発ビルが、経営破綻状態となった責任を取り、辞任することを明らかにした。10月31日、市長辞職。11月27日に行われた、青森市長選挙で、元県議の渋谷鉄一を支援するが、渋谷は落選した。2019年4月7日に行われる、青森県議会議員選挙において、 青森市選挙区に無所属で出馬し、投開票の結果14,961票を集め県議会議員に復帰した。ありがとうございます。